新宿の方で発信部やったんですよ。シートですね、5枚入りのアセフィシート、これが今35、6ぐらいあって、であとはそのロクシタンさんからいただいたこのアルコールハンドジェル、これが今15、6本ぐらい、一緒に同封をしてあるんです。相談カードが同封してあって、例えばこのボディシートも後ろにこういった形で貼ってあります。これからの時期ちょっとしてみましょう。ちょっともらうと分かると思うんだけど、夜仕事してる女性たちのちょっと支援とか相談する団体なの。歌舞伎町あるあるの、ね、やめたい仕事を辞めれないとか、昼食探したいとか、彼氏がバカに暴力とか、まあ何でもそのあたりの相談無料で乗ります。何かそういう困ったこととか、なんかちょっとまずいなっていう状況で悩まずに、そこに連絡するとこの携帯が鳴りますので、はい、なんかお友達とかで困ってることがある、はい、気をつけて。その時はそこまでじゃなかったんですよ。まあ、一日一本、一本、一
ちゃってどうすることもできなくて、ああどうしようみたいな、うん、産みたいけどお金がないとか、うん、っていう、子たちも多かったんで、うん、今本当減りましたけど、だいぶ減りましたけど、うん、みんなどこ行っちゃったの？わかんない。でも昨日一昨日もまたなんか捕まったっていう話をちらっと聞いたんで、あ、そうなんだみたいな。警察は結構回ってるのかな？警察もやってるみたいで、ね、不安がありますけどね。ありますけど、でももう、前よりかはかなり良くなったんで、いい方かなっていうのは自分では思ってます。うん、もう不動産屋さんが来る決まって、あ、本当？で施設に本当半年か1年ぐらい、うん、本当に入ってなきゃいけなかったんですよ、うん、だけど、っていう話で、あーでもなと思って、それでちょっと相談してみようと思って、で一緒に行ったら、みたいな。うん、ごめんね。じゃあ気をつけて。今度何かあったら連絡。連絡しますか。ありがとうございます。まあ、本当に彼女の場合は住むところもなくて、家族とも疎遠で、であれですね、その何度かやっぱり相談を受けてる中で、まあ、最終的にやっぱり生活保護を、ね、受けるしかね、お金もやっぱり稼げないし、住むところもないしという状況、もう本当に、ね、その日の食事もことかく状況だったんで、生活保護を受けた方がいいよって話をして、ただやっぱりその本人の中では、ね、ちょっとやっぱりすごい抵抗があって、まあ、それでだいぶ頑張ってはいたんですけども、でももうやっぱり日中も先も行かなくなって、であの生活保護申請に強い団体に力をつないだんですよ。ただやっぱり具体的にその本人がやっぱりアクションを起こすまで、まあ、結局半年ちょっとの時間がやっぱりかかったのかなって感じですね。なんか気晴らしでね、ああよかったねで終わりっていうところではなくですね、まあ、そここれからさっきまた新しい生活が始まるにあたってのいろいろなね、またこう難しいところも出てくるかもしれないなっていうのは思ってるような気がします。